ですね、あまりね、こっち来てね、結果出してなかったんでね、なんとかと思ってたんですけど、本当にね、いい受賞が出ましたね。ニコニコの岡部誠騎手ですけども、レースについて伺います。途中でぐーっとペースの落ちたところがありました。あそこで、うまいこと上がっていこうかなという仕草が見えましたけれども、どんなことを考えてました？そうですね、ここね、2走ちょっとね、自分が下手に乗ったので、馬の力出し切れてなかったので、ある程度ここね、外目回ってすんなりした競馬すべてね、勝ち出してあげたいという気持ちで外回りました。直線は手に汗握る追い比べでした。そうですね、最後も祈る気持ちで追ってましたけど。でもゴールの瞬間勝ったって分かりましたでしょ？分かりましたね。はい、ありがとうございます。直線でも、まあ、良かったですね。これで大きな顔して名古屋に帰れます。そうですね、名古屋でまた頑張ってね、またね、南関東、吉原ばっかりね、重賞じゃつまらないんでね、よたまには僕もね、楽しもらうように、また来たいですね。最後に南関東の皆さん、そして、東海の方も聞いてらっしゃると思います。ファンの皆様に一言お願いします。ね、今週いっぱいでね、南関東騎乗終わっちゃうんですけれども、また名古屋ね、地元戻って頑張って、また、こういうね、南関東の大きい舞台にね、戻って頑張りたいので、また、ご声援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。岡部誠騎手にお話を伺いました。